こんにちは、磯田アリです。皆様はケロケロボイスというものをご存知でしょうか。Perfume、世界の終わりなどの楽曲でよく聞くあの独特な歌声。具体例を挙げますと、ドラゴナイト、ドラゴナイト、ドラゴナイト、今宵僕たちは友達のように歌うだろう。ムーンライス、スターリースカイ、ファイアバーズ、今宵僕たちは友達のように踊るんだ。このような声を通称ケロケロボイスと言います。で、こういった加工された声っていつもの自分の声よりも特別感があってかっこいいなと私は思うわけです。したがってケロケロボイスイコールイケボ、ケロケロボイスイコールイケボ。次に添い寝ボイスについてお話しします。皆様、添い寝ボイスというものをご存知でしょうか。横になった状態で聞くことで添い寝をしている気分を味わうことができるとされている音声。具体例を挙げますと、どうした、また眠れないのか。ほら、そんなに離れてないで、もっとこっちにおいで。このような声を通称添い寝ボイスと言います。で、こういった女性向けの添い寝ボイスを作ってらっしゃる方って私が聞いた限り大概がかっこいい声なんですよね。したがって添い寝ボイス作りにはイケボが必要、添い寝ボイス作りにはイケボが必要。ケロボイスイコールイケボ、ソイネボイス作りにはイケボが必要、ソイネボイス作りにはソイネボイス作りにはということで、かっこいい声であるケロケロボイスを用いれば史上最強のソイネボイスを作り出すことができる、理論上はという結論に至ったところで、早速やってまいりましょう。どうした、また眠れないのか。ほら、そんなに離れてないで、もっとこっちにおいで。こら、そんなにぎゅうぎゅう抱きついて甘えん坊め。ほんと普段のお前と全然違いすぎて。ああ、ごめんごめん。なあ、そういえば猫ってさ、寒い時、いつの間にか、布団に潜り込んで、ぬくぬく温まってる。誰かに教わらなくたって、ちゃんとあったかい場所、わかってるんだよな。いや、お前も猫みたいだなって思ってさ。なかなか懐かない野良猫みたいだったのに、今はこうして俺の腕の中で、ゴロゴロ喉を鳴らして、甘えてる。甘えられるってことは、それだけ信頼してくれてるってことだよな。ちゃんと受け止めてやるから大丈夫だ。毎日会えない分、いっぱい甘やかしてやるよ。俺だけしか知らない、お前をもっと見せて。って、もう眠ったのか。幸せそうな顔して。さて、俺も寝ておくか。この動画を良い、面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価をよろしくお願い申し上げます。では、さよなら。